斉藤君の趣味はカレー作りである。なので斉藤君のズボンにはいつもカレーが付着している。服装に無頓着な斉藤君はカレーを作る時も外出する時もいつも同じズボンを着用している。それが原因なのか斉藤君に彼女はいない。でもそんなことを俺は心配するまでもない。なぜならば斉藤君はカレーに夢中だから。俺は斉藤君の趣味を知っているので、ズボンに付着しているそれをうんこだとは思わない。しかしある日、満員電車でサラリーマンのワイシャツの背中にうんこらしきものが付着しているのに気がついた。次第に乗客が増えてきて、その背中たるやどんどんこちらに迫ってくる。しかし満員だから避けられない。本当は雨の中チャリンコで走って背中に泥水が跳ねただけなんだろうけども、うんこではないという保証はどこにもない。うわー